ど、俺らのチームに入りたいっていう。忘れんなよ、俺が勝ったらその時はごめんなさいって謝ってもらうぜ。お前の言い分は分かった。が、ここは大体あいつはまともに走ってないんだ。もらったようなもんだぞ。どっちかっていや、先行でぶっちぎった方がいいんだ。バカ野郎、10年か。この先は道路工事のバリケードで道路が狭くなってんだ。2台並んでなきゃ通りっこないぜ。随分と柄が悪いんだな。ああ、そうなんだ。仕掛けるぜ。覚悟はいいか。こいつここまで来てもペースが落ちてこねえな。てめえふざけんな。あんなのがお前のやり方か。無茶な幅寄せしやがって。あそこで俺が引いてやらなかったら二台とも大変なことになってたんだぞ。くっそ、どうなってんだ。この野郎、完璧にラインを潰してきやがる。てめえなんぞの出る幕じゃねえんだよ。こっちはもうスペースがねえんだよ。許してくれ。ついていくのがやっとだぜ。